あ、できたかも。伸びてる。あやくふるの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。今日は初スライム作りに挑戦したいと思います。実は今まで一回も作ったことがないので、一番ベーシックなこの放射を使ってスライム作りにチャレンジしていきたいと思います。いつも試作とかするんですけど、今回は試作なしでやってみたいと思います。まず放射開けてみます。お店で見つけることができなかったので Amazon で買いました。触った感じは粉砂糖っぽいです。放射を買った時にこのスライムを作ってみようという作り方が載っていたので、今回はそれにのっとって作ってみたいと思います。他に準備するのは糊です。説明書には洗濯糊とあったのですが、成分が同じこのポリビニルアルコールというものが入ってればいいのかなと思ったので、セリアで買った水糊を使います。必要な分量は 80ml とあったので、こちら2本で 84ml なので、これを使っていきたいと思います。色付けには食用の着色料を使います。コップサイズの容器を2つ、何を入れるかわからなくならないようにあらかじめ書いておきました。あとはボウルと混ぜる時のヘラ。1つのコップにはお湯 60ml と放射 6g を入れます。放射まだ測ってませんが、この風に入れていきます。もう1個のコップにはお湯 80ml と色、先ほどご紹介した着色料を入れていきます。そして今回この初スライムの見届け人はリトルマーメイドのセバスチャンにお願いしたいと思います。はい、では作っていきます。 80ml のお湯に色をつけていきます。赤い色が結構綺麗です。次に放射を 6g 測ります。はい、 6g です。今測った放射 6g を 60ml のお湯に溶かしていきます。なんか放射多い気がしますけど、まあ取説通りにやっていきたいと思います。続いてボウルに水のりを出していきます。この糊出すの結構楽しいですね。糊は 80ml 出します。糊に着色料を加えたお湯を加えます。全体が馴染むまで混ぜます。糊と水が混ざったら放射を入れていきます。これはちょっとずつ入れて手早く混ぜるって書いてありましたので、その通りやりたいと思います。よっ、あ、すごい固まってきた。なんだこりゃ、なんだこりゃ、あれ、おお、おー、なんか固まってきました。放射水をちょっとずつ突き出していきます。で混ぜます。なんか想定外にジャリジャリ音がしてますが、引き続きちょっとやってみたいと思います。どんどん放射水を入れて混ぜてみてますが、なんとなくちょっと嫌な予感で、ちょっと食感というか硬いです。すごい硬くなってきました。スライムってもうネバネバしてて伸びる感じだと思うんですけど、ちょっと違うイメージです。はい、じゃあちょっと触ってみたいと思います。ちょっと怪我してるので手袋つけてやりたいと思います。はい、わー、バリバリしてる。なんだこりゃ、硬い、伸びない、何ですかね、これ何がいけなかったんだろう。ちょっと全体的にくっつくし硬いしみたいな感じのものが出来上がりました。近くで見るとよくわかるんですけど、この伸びる感じは多少あるんですけど、全体的に硬くてバリバリっとちぎれてしまうようなスライムっぽいものが出来ました。なんだろうなこれ。予定ではもっと伸び伸びのスライムができる予定でしたが、ちょっとそこは置いといて、まあ予定通りこの輪ゴムを入れてみたいと思います。一応当初の予定ではもっとネバネバのスライムができて、この輪ゴムを入れると輪ゴムがプチプチしていい感じの感触になる予定ではあったんですけど、ちょっと違いますが、一応輪ゴム入れてみたいと思います。この輪ゴムはセリアで買ったものですが、ファンルームなど他の輪ゴムでも大丈夫です。はい、感触はちょっと硬いですが、色合いは結構可愛いものができました。はい、さっきのスライムは大失敗ということで、液体のりでリベンジしたいと思います。うちにあったのはこれしかなかったんですけど、ポリビニルアルコールが入っているので大丈夫かなと思います。
容器に海苔を全部出して同量の水を入れます。今回は色をつけないで透明でやってみたいと思います。水と海苔が混ざるようにお箸で混ぜます。そこに放射水を入れていきます。さっきの反省を生かしてこんな感じでちょっとずつ入れるようにします。そしたらいい感じのものがちょっとできてきた気がします。さっきよりは柔らかいんですけど、やっぱりスライムっぽい感じはちょっと少ないのですが、ちょっとやっていきたいと思います。お、あ、伸びた伸びた。おー、すごいすごい、お餅みたいお餅みたい、伸びてまーす。いい感じですね。この調子でやればいいのかなと思います。よ、はい、なんとなく全部混じったので、今度また手袋をつけて触ってみたいと思います。さっきよりはだいぶ伸び伸びした感じですね。透明も結構綺麗です。はい、どうでしょうか。なんかやっぱり売ってるスライムで触ったものよりかは硬い、なんかちょっとバリバリしてる感じはありますが、お、こんな感じでちょっと伸びてます。これ正解ですか？ちょっとどうですか？皆さんちょっと教えてください。説明書通りに作っているので分量とかは全部合ってるはずなんですけど、個人的な感想としては固まりすぎるので放射が濃いんじゃないかなと思ってますが、皆さんコメントでどうすればいいか分かったら教えてください。お願いします。ちなみにこんな感じで伸び悩んでおります。はい、伸び伸びのスライムはちょっとできなかったですけど、気を取り直して先ほど最初に作ったスライムを盛り付けていきたいと思います。ちょっとジャリジャリした感じなので、こうスプーンで取ってかき氷風に盛り付けてみたいと思います。この盛り付けているコップ、グラスはセリアのものです。立体感が出るようにこういう感じで盛り付けていきます。最後に色違いの輪ゴムをトッピングしたら、スライムで作るパフェっぽいものの完成でーす。わー、当初のドミドミスライムとは違いますが、これはこれですごい可愛いものができたかなと思います。飾っててもすごい綺麗です。ということで今回は初スライム動画でした。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエスト、スライムへのアドバイス、ぜひぜひよろしくお願いします。もっと伸びるスライムっぽいスライムは練習しておきますので、また見てもらえると嬉しいです。このような DIY 動画をどんどん出してますので、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。他の動画を見ていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あやくふるでした。バイバーイ。